待ってます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんとですね、これタイヤワックス買ったんですよ。で、中さんもタイヤワックスかけてたやんか。はい、ちょっとウェーブに乗っかっちゃおうかなみたいな。なるほど。はい。ということで、今日はリンレイさんのこの光沢復元タイヤコート、この超耐久ポリマー、これをちょっとね、このタイヤワックスを塗っていきたいと思います。お願いします。普段あんまりタイヤワックスとかかけへんねんけど、ここ貼っとくわ。ちょっと塗ってみようかな、ワックスかけてみようかなみたいな。拭き取らんでいいんやって。こうしてこう塗るだけですね。おう、こうしてこう塗るだけでいいらしい。こう綺麗にこうして、こうやっていっぱい塗った方がいい。あんまりこう、どうなんこれ、そんなに塗らんでいいのこれ。それはでも、うん、それぞれかもしれない。あ、そうなの。僕はたっぷり塗りたい派です。ああ。そうなんですね。乾くの早いですね。マジ？塗ったところが塗り用が足りひんの？これ。塗ったところがもう乾いちゃってます。お前な。でも一通り塗ったよな。一通り塗ってます。はい。だ、もう乾いちゃいました。ちょっと塗ってない方、ちょっと比べてみましょうか。わかる？そんな変わらん。ちょっと黒いよな、でもやっぱり。ちょっと黒いと思います。塗りようが足らんのか。そんなことないよな。こう見るとやっぱ塗った方は黒くなってます。めっちゃ綺麗になってきた。アルミもピカピカで。気づいてくれた？気づいてくれた？ピカピカです。あのね、磨いたんですよ。アルミ。さすがです。磨いたんですよ。いや、綺麗になった。ギラギラじゃないですか。何がアルミがギラギラですね。ありがとうございます。ありがとうございます。アルミがギラギラですね。ありがとうございます。タイヤもギラギラ、タイヤもギラギラにしていこうかなみたいな。いいじゃないですか。黒ギラギラ。っていう感じでね、今こう綺麗にしていこうよっていう動画です。普段塗らないですけどね。普段塗らへんねんけど、これもうだいぶ前に工程あったんよ。これだいぶ前に工程あって、だけど使ってなかった。やっぱ塗ったらちょっとちゃうな。でも比べてみましょう。右が塗った側で、左がまだ塗ってない側。違いますね。違う。ほんま。あれ、そのカメラ越しでもわかる？カメラ越しでもわかります。これどうなん？このドーマのフェンダー塗ったら黒光りするんちゃう？それはせん方がいいかな。これって樹脂製ですかね。
樹脂っぽいですね。なんか最近樹脂コートみたいなのもありますよね。樹脂専用の黒光りさせるような。あんの？最近よくカー用品とかで売ってますよ。そうなの。ミトソウ樹脂、うん、復活みたいな。うん。綺麗になったの。よっしゃ、なあ。反対回行こうか。はい。めっちゃ綺麗になってきた。この黒光り。光沢復元してたよこれ。光沢がいい感じですね。やばい、乾かないから。やばいな、これはカメラ越しだ。やばいな、めちゃくちゃ分かりますね。やばいな、いいなこれ。拭き取り不要で約3ヶ月間。3ヶ月、黒さの持続とタイヤの保護。3ヶ月持ったらいいですね。やっぱちょっとちゃうな、やっぱり塗った方がいいな。塗った方が。ただ、ただ四軸目も結構乾いてきて。え、乾いてた？乾いてきました。拭き取り不要やから。普段だけど、普通拭き取らへんの違う。拭き取るもんなん。逆に拭き取ったこと今までないです。こっちなんか結構茶色くなってますね。なあ、茶色なっとうな。これでなんかその黒光りが復元される。言うて、うん、よっしゃ、こうやってね、黒く光るんですよ。こうやって光るんですよ。光沢が復元されるんですよ、これのおかげで。タイヤコート。最後、ラスト1本ですね。そうなんですよ。ラスト1本なんですよ。誰のもんですか。誰の真似もしてない。真似してない。誰の真似もしてない。誰かの真似なんかな。
いいんじゃない、これで。ほら、綺麗になった。反対側見てみるか。太陽の光当たったほうからもう乾いてもらったんですか。乾いとうけど、さっき茶良かったやん。はいはい。でもしっかり黒が残っとるね。黒になってますね。ちょっとね、じっくり見てみたいと思うんですよ。じっくり見てみたいと思うんですよ。そしたらやっぱりこの溝とか、ちょっとね、ワックスが甘かったかなみたいな。こうガッとガッといきたいなと。もう際もガッとこう太陽ワックス塗った方がいいかなみたいな。ちょっと塗れてないですけど。どこすか、これ。すいません。すいません。ちょっと気になっちゃいました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じ、いいですか。いい感じ。いい感じになりました。マジですか。あとなんか気になる点とかないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。これ。いいですか。何を撮りたいますこれ、いいですか。いい感じです。サムネ撮っとこうかな。いいですか。バッチグーです。バッチグー、古いな。はい、ということで今回の動画はこのタイヤコートワックス、リンレイさんがかけてみたよっていう動画でした。こんな感じになりました。こんな感じに、ちょっとね、焦げ茶色っぽく汚れ取ったタイヤがこんなに綺麗になりました。見てください、こんな感じです。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ポチッとな、ポチッとな。